グレート・スモーキー山脈国立公園。グレート・スモーキー山脈国立公園。グレート・スモーキー・マウンテンズ・ナショナル・パークは、アメリカ合衆国の国立公園で、アパラチア山脈を構成するブルーリッジ山脈の一部で、あるグレート・スーキー山脈の両線をまたいでいる。東のノースカロライナ州と西のテネシー州の宗教は、北東から南西へ、公園の中心線を通っている。 アパラチアントレールもメイン州からジョージア州までの道中で公園の中心を横切っている。公園は1934年米国議会によって設立を認められ、1940年フランクリン・ルーズベルト大統領によって公式にオープンされた。面積は2110キロ平方メートルで、米国東部で最も広い保護地域の一つである。公園の入り口は アメリカ国道441号線沿いのギャトリンバーグとチェロキーの町にある。日本ではグレート・スモーキー・マウンテンズ国立公園、グレート・スモーキー・マウンテン国立公園とも呼ばれる。公園の標高は250メートルからに、0 0 0メートル875から6643フィートに及んでおり、最も高い場所はクリングマンズドームである。 公園内には1829メートル6000フィートを越す山が16ある。標高差の大きさが米国東部全体の緯度の変化を再現している。実際、ここでの登山はテネシー州からカナダへの旅行と同じである。北東部でよく見られる動植物は公園のより標高の高いところで自らにあった日地を乱す一方、南方の種は よりうら,らかで低い場所に住みを見つけ出した。アパラジア山脈は北東から南西に伸びているため多くの生き物は最後の氷河期において氷河の障壁となる山脈を見つける代わりに山脈に沿って南に移動することができた。気候が温暖化するにつれ多くの北の生き物は山脈沿いに北へ戻りつつあり一方で南の生き物は膨張しつつある。 公園は通常極めて湿度が高く、降水量が多い。平均すると谷間では年間1400ミ、mm、リメートル55インチ、山では年間2200ミ、mm、リメートル85インチの雨が降る。太平洋岸北西部とアラスカ州の一部を除く、米国のいずれの地域よりも年間降水量は多い。また一般的に標高の低い周辺地域より涼しく、 公園のほとんどははるかに北の地域と似て、湿潤大陸成功区分に属し、低地の温暖湿潤気候とは対照的である。公園のほぼ95%は森で、おおよそ4分の1が原生林で、ヨーロッパ人のこの地域への入植以前から存在する木も多い。北米で最大の落葉温帯原生林の一つである。標高の多様性、豊富な雨量、 原生林の存在が公園の生物種を極めて豊かなものとしている。約1万種の動植物が公園に住んでいることが知られており、さらに知られていない生物が9万種住んでいると見積もられている。公園管理官は200種以上の鳥類、60種の哺乳類、50種の魚類、39種の爬虫類、多くの無敗産生を含む43種の両生類を数えている。 公園は、山椒王の世界の首都というあだ名を持っている。公園には特筆すべき黒熊の集団がおり、少なくとも1800頭に達する。エルクの公園への再導入が、2001年に始められた。100種以上の樹木が公園で育っている。低い地域の森は、落葉樹が優位を占めている。より高地では、落葉樹は、フレーザーモミのような針葉樹にとって変わられる。 なお、公園では1400種を超える喧嘩植物と4000種を超える臨化植物が見られる。グレート、スモーキー山脈国立公園は地域における観光客の強い誘引力となっている。2003年、観光客は900万人超、観光客以外の訪問者は1、100万人を記録し、他の国立公園の場合となっている。2006年の観光客数は、 928万9215人。周辺の町、とりわけ、テネシー州のギャトリンバーグ、ピジョン工事、セビアービル、タウンゼンドとノースカロライナ州のチェロキー、シルビア、マギーバレー、ブライソンシティは公園によって多額の観光収入を得ている。公園内の2つの主なビジターセンターは、ギャトリンバーグ口近くのシュガーランズビジターセンターと、 公園の東口のチェロキーの近くの行わる不定、ビジターセンターである。レンジャーが駐在する。これらのビジターセンターでは、野生動物、地質、公園の歴史が展示されている。本、地図、土産物も売っている。アメリカ国道441号線、公園内では、ニューファウンドギャップロードとして知られているが、公園の中央を走っており、 多くの山道の起点や展望台に自動車で行くことができる。それらのうち最も有名なものはニューファウンドギャップである。標高1539メートル5048フィート山脈中最も低い峠であり、テネシー州とノースカロライナ宗教の公園の中心に近い場所で宗教の町ギャトリンバーグとチェロキーの間にある。1940年。 ロックフェラー記念碑からフランクリン・ルーズベルトが国立公園の除幕式をしたのはここである。晴れた日にはニューファウンドギャップで公園内で幹線道路で行けるうちで最も壮大な景色がほぼ間違いなく楽しめる。公園には数多くの歴史的施設がある。それらの中で最も保存状態が良い、そして最も人気があるものはである。ケーズ工部はマルタゴヤ、ナ 教会といった数多くの保存状態の良い歴史的建物のある谷である。ケーズ工部は公園内で最も訪れる人が多い場所であり、公園自体が米国で最も来園者が多い国立公園である。ガイドなしで自動車や自転車で公園を訪れる多くの観光客は古い時代の南部アパラチアの生活を垣間見ることができる。112.65km 70マイルのアパラチア自然歩道を含め、公園内には1368キロメートルに達するハイキング用の山道や、未舗走路がある。高さ2009メートル、6593フィートのルコント山は、公園内で3番目に高く、麓から頂上までの高さは、ミシシッピガー東部で最も高い。そうしたことから、公園内で最も人気の高い場所の一つとなっている。 アルムケーブ参道は、頂上に通じる五つの道の中で最も人通りが多く、ルコントロッチに泊まろうと計画するハイカーに、多くの見事な眺めと類のない自然の魅力。例えば、アルムケーブブラフスとアーチロックを提供する。ルコントロッチは、簡易宿泊施設となっており、陶器を除く、頂上の近くにある。参道でしか行けない、公園内でただ一つの民間の宿泊施設である。 人気のあるハイキング用のその他の歩道は、チムニートップスの頂上に続く。チムニートップスは、そのユニークな二コブの山頂のため、そのように名付けられている。この短いが、骨の折れるハイキングは、周囲を取り囲む山頂の壮大なパノラマで、自然を愛する人に報いる。なだらかな道が良い人にとっては、ローレル、滝山道とクリングマンズドーム山道は、 それぞれの目的地まで比較的簡単で短く舗装されている。ローレル滝山道は24メートル80フィートの迫力のある滝に続いている。クリングマンズドーム山道は55フィートの展望台に続いており、晴れた日にはそこから何マイルにもわたってテネシー州とノースカロライナ州の山々が見える。ハイキングに加え、公園ではトレッキングとキャンプが特に アパラチア自然歩道沿いに設けられた山小屋で楽しめる。指定キャンプ場も公園中に散らばっている。いずれの場所でも宿泊には許可が必要で、その許可はほとんど常に人より限り有効である。釣りは従わねばならない厳しい規則があるにもかかわらず、公園内でハイキングと単純な観光に次ぐ人気がある。乗は、特定の参道で公園が貸し出している。 サイクリング、ケーズー部で貸し出されている、ウォーターチュービング、いずれも公園内で行われている。ヨーロッパの入植者がやってくる以前は、この地は、チェロキーインディアンの故国の一部であった。白人の開拓者は、18世紀と19世紀の初期に入植を始めた。1830年、アンドリュー・ジャクソン大統領は、インディアン強制移住法に署名し、 結局、ミシシッピ川東部のすべてのインディアンの部族を、現在のオクラホマ州へと、強制移させる結果となる一連の事件が始まった。多くのジェロキーインディアンは立ち去ったが、反乱兵出さりに引きられた者たちは、現在のグレート、スモーキー山脈国立公園の地域に潜伏た。その一部の子孫は、公園の南にある、クアラホリウチに、現在も住んでいる。白人が入植するにつれ、 木材産業が山中の主たる産業となった。切り逃げスタイルの海抜が自然の美を破壊しつつあったため、訪問者と地元住民は土地の保全のための資金を集めるために共に団結した。米国国立公園局は米国東部に公園が欲しいと考えていたが、公園を設立するために多額の資金を使いたくなかった。米国議会は1926年に 公園の設立を認めたが、公園の設立のための中核となるべき、連邦政府が所有する土地がなかった。一筆一筆土地をまとめるため、ジョン・ロック・フェラー2世が500万ドル寄付、連邦政府が200万ドルを加え、テネシー州とノースカロライナ州の市民も、資金を負担した。1934年6月15日、公園は公式に設立された。 世界恐慌の時期に民間資源局、公共事業促進局、その他の政府機関は道、火事対策の物見ラ、その他公園のインフラ整備を行った。公園は1976年、生物圏保護区に指定され、1983年、ユネスコの世界遺産に登録された。しかし近年では、自動車、発電所、工場での化石燃料の使用による、 大気汚染のため、眺望の悪化、地表でのオゾンの増加、酸性雨、酸性雲等に苦しめられている。また、ヨーロッパや日本原産のアブラムシによって、公園内の木々が枯死するなど、外来種の侵入も問題になっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。